はい、皆さんこんにちは。グローカルの松也です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている人、昔活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、じゃあ早速始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、群馬県からインタビューっていうところで、 JICA 海外協力隊出身で今起業されている坂部さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、僕からは顔見知りっていうところもあるので、そうちゃんって呼ばせていただくんですけれども、簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、2年前に水上町に移住してきまして、今アロマオイルに関わる事業を立ち上げてやっております、坂部総一郎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今何やってるかっていうところは後ほどお伺いしようかなって思ってます。早速なんですけど、 JICA 海外協力隊出身っていうところもあるんで、なんで国際協力に興味を持ったのかっていうところからちょっとお聞きしていきたいなと思って、うんうん、何に興味を持ったんですか？一番最初は大学2年生の時のメキシコ留学、そこで会った同じ留学で一緒に行った友達が国際協力に興味があって、その友達から話を聞いたところから本当に。あ、そうなんですね、うん、ちなみになんで大学2年生の時にメキシコ行ったんですか？うちの大学の学科が絶対卒業までに何かしらの留学をしないといけないっていう、もう強制的な、そういう。じゃあ国際学科みたいな感じ？そう、国際経営学科っていうところで。そうなんだ。そう、当時スペイン語を勉強してたから、うん、第二言語でメキシコを選んだって感じ。あ、そうなんですね。ちなみになんでスペイン語を選んだんですか？俺インディ・ジョーンズが好きでそうなんだ。あの高校の時に経営学部に進むか考古学科に進むかで。あ、そういうこと？そうってなって、うん、インディ・ジョーンズとかが冒険するとこ大体秘境ってなって、でまあスペイン語、はいはいはい、あっちの方で行きたいなっていうのなるほど。じゃあそれで大学2年生の時にメキシコ留学しました、うんうん、メキシコ留学は1年ぐらい？いや、もう本当に短い異文化理解みたいな感じで5週間だけの最低限の留学。へえ。じゃあその時はメキシコで大学に行って授業も受ける？あ、そうそうそう、現地の大学に行ってスペイン語の勉強しながら、週末にいろんな街に行ってプログラムを体験したりっていう感じかな。あ、そうなんですね、うん、メキシコ留学して、うん、そこで一緒に行った方と話をする中で国際協力に興味を持ったって感じなんですか？そう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 、その時に国際協力サークルみたいに入ってる子が来てたんかな、一緒に。そうで話聞いてて、同じ世代でこんなに世界のこと考えてそうやってる人がいるのすげえなと思って。へで、まあ、その人がそんなに興味持つ国際協力ってどんな世界なんやろうっていうので関心持ったっていう感じかな。あ、そうなんですね。 それがきっかけで国際協力に興味を持っていったって感じなんですもんね。そう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 、うん、じゃあ大学2年生終わった後とかは結構海外行きました？そう、結局その話を聞いて自分でも実際に途上国って呼ばれるところを回ってみたいなと思って、はい、翌年の3年生の夏休みに1ヶ月ぐらい東南アジアを、はい、あ、そうなんですね。っていうのが。どこ行かれてたんですか？それはね、タイから入ってラオス行ってベトナム行ってカンボジア行って一周してまたタイに戻って帰ってくるみたいな、はい、あ、そうなんだ、うん、その東南アジア行かれたじゃないですか、1ヶ月間かけて、うん、一番印象的な国とかってあります？ラオスかな。あ、そうなんですね、うん、何が一番印象的だったんですか？ラオスでね、体調を崩してほとんど多分ね何もできてないんやけど子供がすごい可愛かった、はい、すごい人懐っこかったよね。多分他の国でも子供は結構いたけど、ラオスの子供はね道端でベンチで本読んでたりしたらね、パーって来て何してんのみたいな。あ、そうなの。全然言葉分からへんやけど、それがすごい割と印象に残ってるかもしれない。ラオスは首都に行かれたんですか、それとも地方に行ったやつ？そうです、地方ルアンパバーンっていうところに行ってたかな、はいはい、うん、なんでそこ行ったんですか？もともと世界遺産が好きで、世界遺産の街やねんな、ルアンパバーンが。だからそういうところに行ってみたいと思って、はいはいはい、まあそこで体調崩してほとんど外で動けなかったやつあ、じゃあラオス何日間ぐらい滞在したの？ラオスは体調崩したからね、1、2週間いたんでそうなんだ。だから1ヶ月も下手したら半分か3分の1ぐらいいたかもしれないそうなんですね。途上国ってどんな感じなんだろうっていうところでバックパックで東南アジア行ったじゃないですか、うんうん、実際どうでした？途上国って呼ばれるところで行ったのがもう10年以上前やから大変な生活をしたりとかっていう人もいたけど、割とみんな楽しそうに、物がない中でも楽しそうに生活してるなっていう印象はなんとなく残ってるかな、うん、そうなんですね。漠然と国際協力に興味を持ってるけれども、うん、そこで働きたいとは思わなかったんですか、その時は？帰ってきてから、うん、じゃあ本当に国際協力でこういう人たちと一緒に関わった仕事をするためにはどういう職種があるんだろうって言って調べ始めた感じやから、うんうん、そこから本当に興味を持ち始めた。あ、そうなんですね、うん、実際じゃあそれで調べるじゃないですか、うん、どういう職種があったんですか？一番最初に出てくるのが JICA とか、はい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 、あと国連とかそういう分かりやすいところで、うんうん、でそこからどんどん JICA のプロジェクトで実務をこなす開発コンサルタントとか、はい、あとまあ NGO とかっていう感じのが
わーって出てきたかな。あ、そうなんですね、うん、じゃあもう結構調べられたんですね。そうね、で立命館自体も JICA 海外協力隊の人の OB を呼んで、はい、そういう話をするみたいなのが、はい、プログラムとかもあったりして。へー、うん、そうなんですね。そういうのにも参加したかな。はい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 。じゃあそういったところからも情報を取ったり自分で調べたりもして、うん、国際協力で働くためには何があるんだろうかみたいなところは調べられたって、ね、うん、そうそう、そんな。じゃあ実際にそれ調べて、うん、大学卒業式はそのまま行ったんですか。いや、結局調べるとやっぱりそれなりの学位と修士課程とか英語が絶対必要っていうこと、できれば社会人経験みたいなとか現地の実務経験っていうのがあって、全部自分にないと思って、はい、とりあえず英語はそんなすぐに次の日にいきなり喋れるようにならへんから、うんうん、勉強するしかしゃないなとか思いながら、はい、実務経験もないから、はい、で社会人経験もないから、はい、まず自分が社会人としてそれなりになるために、はい、まず会社に就職しようと思って、はい、就職活動して民間企業に入ったの。あ、そうなんですね、うん、民間企業ってどういう系のところを応募されてたんですか。とね、メーカー系からインフラ系とかいろんなとこ受けてたんやけども、うんうん、大学からもらった JICA 海外協力隊に派遣実績のある企業リストみたいな。そんなのあるんですか。そうそう、マジか。それに該当するのとそれに関連するような業界を結構受けられて、はい、最終的にいろいろ思うことがあって製薬会社がいいなと思って製薬会社に入ることができたんやけど、うん、あ、そうなんですね、うん、製薬会社でも何されてらっしゃったんですか。製薬会社では営業、業界で MR って呼ばれるような営業職をずっと5年間やってたかな、はい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 、あ、そうなんですね、うん、地域は全国とか。配属は全国やったけど、うんうん、結局5年間のうち俺は3年間大阪で、はい、で2年間高知県、うん、そうなんです。そうそうそう、そうちゃんってもともと出身どちらでしたっけ。出身は京都。あ、そうなんですね、うん、なるほど。じゃあ近場で3年間ぐらい働いて。そう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 。でも高知で2年間働いたんですね、うん、そう、本当はね会社3年でもう辞めて協力隊行こうと思ったけど、うん、意外と仕事が面白いなと思ってる時に、うんうんうん、ちょうど高知移動の内示が出て、はい、高知もすごい環境的に面白そうなところやったから、はい、じゃあちょっと行ってみようかなって。あ、そうなんや。ちょっと2つ聞いてみたいなと思って、うん、製薬会社の MR されてたじゃないですか、うん、何が面白かったんですか。大前提として、うん、製薬会社っていろいろ言われたり外から言われることもあるけど、はい、何よりも人の健康とか命に携われるっていうところが大きかったかな、うんうん、お医者さんのネットワークって出身大学とかでいろいろつながってて、そういうことですね。 そこをこうやってつなげるとより先生のネットワークが良くなるなとか、こういう研修とかを若手の先生にしてあげたら大学としてのいろんな幅が出てくるんじゃないかとか、はい、なんかいろんなこと考えながら、それをじゃあこことここをつなげたりとか、はい、ここでこういうことをしたらこっちにも波及しそうやなとかっていうのを考えながらね、はいはいはい、やるのが結構面白かった。僕のイメージめっちゃ変わりました。今MR って癖のある先生に対して営業かけていくっていうのが僕のイメージだったんですね。そうそう、 MR だからこそ他のネットワークがつながってるから、うん、その先生に紹介することができたり、そういったプロアクティブに動くことも確かにできますよね。そうなの、そうなの。なるほど、うん、そうなんですね。もう一点聞きたいのが、うん、大阪から高知に行かれたじゃないですか、うん、高知に行く面白さって何なんですか。大阪はいわば都市圏やね、うんうんうん、で、はい、高知は高知県全体を首都圏担当していいよって言われて、はい、あ、そういうことか。そう、大阪は本当に広いし、はい、開業医さんとか病院お医者さんも多いから一地域だけっていうんで、だからその高知県全体を自分でいろいろ好きなように、うんうんうん、まあ、言い方悪ければ好きなようにできるっていうところがすごい面白そうやなっていうのと、ちょっと語弊があるかもしれんけど、高知県が抱える課題っていうのがこれから自分が協力隊としていく途上国の課題とも割と似通ったりしてるんじゃないかなって思うところもあったから、インフラ面とかお医者さんの数とかっていうところで、そこでの経験も自分がその後の国際協力の分野できっと役に立つんじゃないかなと思って魅力を感じたっていうのがあるかな。なるほど、すごい理にかなってますね。ちなみに製薬会社 MR として5年間働かれてたじゃないですか、うん、5年目でもういいかなって思い始めたのは何かきっかけあったんですか。単純にもともと3年で辞めて協力隊行って大学院行って修士取って、うんうん、例えば開発コンサルになりたいって思ってたから当時、うん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 、ってなったら30歳ぐらいまでになりたいなと思って、はい、5年過ごした段階でもう27歳だから、うんうんうん、次のステップに行くならもうこのタイミングぐらいで行かないとどん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 遅れていくなっていうのがあったから、もう2年で、はい、あ、そうなんですね、うん、なるほど。ちなみにその5年間の間は英語とか学んでました、うん、そうやってた。 TOEIC とか受けてたけど。え、マジそうなの。そう受けてたけど全然勉強できない。疲れるもん。そりゃそうやろな。仕事終わって帰ってくるのが最後の方とかね、愛媛県の一部とかも担当してる。なんで？そうだ。だから帰ってくるのがね11時とかになるわけ。やば。そっからさ、ご飯食べてお風呂入ってとかさ、うんうん、勉強できるわけない。いや、できないできない。だからね、はい、結局英語だけは持ち越しになった、はい協力隊にも落ち越しになったな。あ、そういうことか。そうそう。じゃあ5年間でもちろん必要だった実務経験とか
社会人経験、そこはねカバーできたと。そうそうそう、ただ英語力だけは一緒にできなかったみたいな。そうそうそう、まあ、そこは協力と持ち越しっていうところで全然伸びなるほど、そうなんですね。ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画では国際協力に興味を持ったきっかけから大学卒業してから何をしてたか、みたいなところまでお話をお伺いしたんですけど、次の動画では JICA 海外協力隊で何をしてたのかみたいなところをお伺いしようかなって思ってます。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。